皆さん、こんにちは、ーティンダーの宮久保金武です。阪神、近鉄、楽天に在籍した山村ろきさんのそばで言います。阪神時代は全く出場機会がなく移籍したそうですね、近鉄にトレードかなんかで。確かに、スライダー、カーブ、シュートなどいろいろ多彩な変化球投げるピッチャーではございます。もうスイクウォーター気味に投げるピッチャー、はい。近鉄は確かにいて前打線要するチームでも優勝には貢献しました。ただ、防御率は悪化。 確かに山村博己さん先発起用しましたね。その後分配ドアウトで楽天に移籍しましたが、あまり結果が残せず、その後はノムさんのもとでやり直し、まあ、セットアッパーを定着すしてはおります。先発も起用しながらも本当にすごいピッチャーです。確かに東証星野と、えー、ブラウン監督による、まあ、起用法で確かに、中継ぎ起用しました。FA で、FA 宣言、国内 FA 結束した際、パパになるからという理由で残留。 したそうでございます。FA での移籍は残念ながらなく、引退し、現在は野球解説者、楽天専属の野球解説者を務めております。YBCTV でもやってますね。はい。日本テレビですね。はい。以上です。バイバイ。